サードヤサーショーコルでございます。ただいまちょっと断捨離シリーズの、売りに行っている途中でですね、査定時間がちょっと長いということでドライブを行っております。ただ僕はまあ無駄に車をこう走らせるのあんま得意ではないので、その時間の使い方下手なんですよ。だからちょっと目的を持って世間話でもさ、たらたらちょっと耳を傾けていただいて撮っていこうかななんて思ってるんですけど、最近部屋で撮っている動画でですね、ちょっと色味に対して、興味が湧いてきております。初期の頃の動画の色っていうのは比較的僕の目に見えた近しい色でお届けしようと思って、 ISO 感度っていうねものをガンと上げるので、ちょっと黒いところとかにノイズが乗ってたりとかいろいろしてたんですけど、最近はできるだけそこにも気を配りながら撮影を行ってるんですが、なんか照明には2種類あるじゃないですか。白い色となんかこう暖色な電球色っていうんですか。最近の僕の流行りはね、オレンジがかった色なんですよ。部屋撮りの後ろに照明いただいたっていうものもあるんですけど、そうではなくて純粋になんかちょっと冒険心がそこに湧くんですよ。何言ってるかわからないと思うんですけど、昔中学生の僕が多分塾の帰りとかに、あの真っ白い電気を焚いてる販売店さんって、例えば電気屋さんとかスーパーとかなんか非常に明るいイメージがあるんですけど、なんだろうな、なんかリサイクルショップさんでホビーとかエアガンとかさ、子供の男の子だったら絶対通る道あるじゃないですか。なんかそういったものとかを扱っていそうな外観のお店のスポットライトとかってオレンジじゃなかったですか。なんか僕と同年代の方は絶対共感してくれるんですよ。僕よりも下の子はちょっとリサイクルショップというのがね、その時代よりかはかなり増えたので、リサイクルショップとなんか中古屋さんのその違いがちょっとね曖昧な感じかもしれないんですけど、なんかねそのオレンジの色が僕には非常に入っていいのかな、いけないのかなみたいな、全然いやらしい意味ではなくて、子供がこんな時間に入ったら怒られちゃうのかなとか、なんかそういうワクワク感をずっと見ながら自転車漕いで家に帰った思い出があります。だからね、最近は部屋で撮るときに、まあ、賛否あると思うんですけど、ちょっとオレンジがかった色を挑戦しております。挑戦って言ってもね、簡単なことですよ。白いライトをやめてオレンジのライトで映し出せばいいんですよ。ただそれには手持ちのライトではちょっと光量が、不足していますので、目にかかったそれこそリサイクルショップでなんか売ってないかなとか、ちょっと最近ちらほらね行ってるんですけど、今後僕の部屋撮りは GH4 というミラーレス一眼に変わりましたので、その子と相性のいい色とかね、そういったものを見つけていければいいなって思ってますが、しばしちょっとお買い物に行ってきますので、この動画はブラリー旅、どうしようかな、ブラドラどうですか、ブラドラ、ブラブラドライブ僕的には完璧なネーミングなんですけど、というわけでじゃあブラドラにしましょう。第1回ブラドラ選手権1位、照明へ買いに行く。はい、というわけで到着。では本日のブラドラは以上でございます。ご視聴ドドン、ショーコレです。やっぱり暗くなったね。今ナビの画面で顔を青白くしておりますが、これ見えるかな、家帰ったらちゃんと撮りたいとは思うんですけど、照明です、購入しました。ちょっとスマホのスクショで申し訳ないんですけど、はい、こちら型番を調べました。で15年製のこのライトです。で定価はまあまあこれぐらいしますよ。だけどちょっとまだアマゾンで調べてないんですけど、楽天で出てきたのがはいこちらの金額です。まあね、ちょっと家帰ったら別の動画で細かくお見せしようとは思いますけど、LED の電球がついておりまして、15年製で、電柱色、電球色なんていうの、オレンジの電球がついてました。これがいくらだったのかっていうところなんですけど、800円プラスタックスというわけで非常にいいお買い物ができました。さあ、現在カメラの査定中ですので、お時間5時10分、片道約10分ですかね。まあ着いたら終わってるでしょう。というわけで
行ってきます。